皆さんこんにちは、倉島桃子です。知りたいあなたの会社の話、今回は三和インターナショナル株式会社さんのお話のパート3、いよいよ最終回ということになります。これまで会社の概要、そして具体的な研修の話と伺ってまいりましたけれども、さらにその研修をしているにあたってさまざまなエピソード、そしてご苦労話、そして他の会社とは違う強み、そんなところの話を少し伺いたいなというふうに思っています。それでは早速お話を伺います。それでは前回までは、具体的な研修内容の話を関口さん、そして竹内さんにお話を伺ってまいりましたけれども、きっとその体系作られた具体的な研修に至る今までにはいろいろなご苦労があって工夫されて今に至るというふうに思うので、具体的にエピソード、何か面白い点、そしてすっごく苦労してこんなふうに今逆に生かされている、そんなところの話があったら伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。私どもの研修はだいたい2人1組、はい、あるいは大人数の時には4人から8人というように1人で出すということは少ないんですね、はい、よほど飛行機代がないとか新幹線代がもったいないとかって先方が言われた時にはそれはもう節約するので1人になってしまいますけれども、だいたい2人セットです、はい、でそれはなぜかっていうと私がまだ1人でやっている頃ですね、起立って言った途端に1人が受講生100人ぐらいいるのに倒れてしまったんです、はい、でその時に救急車は呼ばなくちゃならないし、それからあともう人他の人たちはざわついてますし、はいはい、事務局でもなかなか別の会館でやってるのに来てくれない、でその時にすごく考えたのは2人体制、最低でもアシスタントでもいいから2人でないとこういう時の指示が出せないなと思ったんです、でそれから2人でっていうことになってからまずそういう事故もあまり起きなくなったっていうことと、はい、あと、ルートも例えば東京駅まで、はい、こちらから東京駅まで行くのに何線確保できるかっていうそういうようなことも問題になってきます、その時にどっかの地下鉄が止まったけどこっちは通ってるっていうそういうことができるので、その最低でも2人っていう数は抑えたいなっていうのがとても心の中ではあります、はい、それはいろいろなピンチがあったので、そう思うことですけれども、はい、ですけれどもここから先一人よくよく見渡せばお一人の講師ってすごく多いんですね。そうですね、大体はそういった感じですね、だから皆さんそういう時どうしてるのかなって、はい、こちらの方が不思議に思うぐらい、企業側の方からお手伝いで、そういった研修に参加されるといったような、先輩社員のようなもしくは人事部の方が同席されるってことはないんですかね。ありますね。ありますか、はい、はい、ありますけれども、私がもともと事務屋ですから、できれば手のかかることはこちらで引き受けたいという思いはあります。はい、完全に私たちのところに任せてほしいということで、もうオールパッケージで引き受けられていらっしゃるということですね。はい、はいはい、竹内さんなんかはどうですか、現場で実際にやられてみて、これは困ったとか、ただそれをピンチをチャンスに変えたみたいなご経験きっとあるかと思うんですけども、一番最初のセミナーの私が受け持つ本当にこうデビュー戦ですよね。デビュー戦、はい、その時にお一人の方が遅れてきたんですけれども、男性で、もう明らかにもうやる気のない、こうダラダラ歩いてなんか遅れたんだけど何にも言わずにパタンと開けて、ここかなみたいな感じで入ってきたんですけれども、もう身なりも全然スーツなんか着ていないんですよね、わあ問題児が来たとすごく思ったんですね、で座った時に、遅れてきた時はなんて言うのっていう感じで、優しく声をかけたんですけれども、はあ、みたいな顔されてもう生きてる教科書って感じになりますね。そうなると、はあ、歯じゃないでしょって言って、もう本当に幼稚園生を悟るように、とりあえず遅れてきた時には申し訳ありません、どういう理由で遅刻をしましたということをちょっと一言伝えてくれないかという話をしましたところ、あまりこう悪いっていう感じは
ないんですね。何がいけないのっていう感じで、はい、で、まあ、理由がないんだったら仕方がないので、うん、どうぞお座りくださいって言ったんですが、うん、はい、急に泣き出しちゃったんですよ。男性ですか？男性の方が、はい、遅れてきて、さらに泣く。泣くつもなんて。私がいけないんだと。あ、はいはい。わ、困った、どうしようと思ったんですが、ただそこから外に出ることはなかったので、そのまま泣きながら、ハンカチで拭きながら、研修を一緒に受けていたんですね、はい、ですごく気になったんですが、そのままにしておりまして、昼休みの時にどうしたの、どうして先ほど泣いていたのって話をしたら、今朝彼女と別れちゃってっていう感じで、そういうプライベートな話があったってことですか？で、そこから私30分ぐらいかな、付き合ってお話聞いたんですか？はい、彼のお話を聞かせていただいて、どうして別れちゃったの、そこからですか？またそれ別料金になる話ですよね。はい、私一番最初のセミナーで、こういう相談も受けなくちゃいけないな、なるほど、セミナー講師だと思いました。ただ多分私に話をしたので、きっとすっきりしたんですよね。もうその後はなんかニコニコ笑顔で、しっかりと受講されたということ、で、次の日も元気よく、もう何もなかったように、おはようございます先生、今日もよろしくお願いしますと。そんなこともありました。やっぱり仕事以前に、人間とはっていうところから入るのかもしれませんけれどもね。はい、そういった、いわゆる人間育てみたいなところも、はい、研修の中でもあるということを伺いましたけれども、はい、今度は研修のスタッフの皆さんが、常日頃スキルアップをするためにされていることをちょっと伺いたいと思うんですけども、はい、瀬口さんご自身も、登壇されるといいますか、はい、まだお仕事としてされることっていうのもあるんでしょうか？そうですね、年を取っておりますけれども、最初の一番最初の開講の時と、それから閉講の時にものを言うことがあります。あとそうですね、もともと研修が好きなので、どうしてもこの方に見てもらいたいって私を指名してくださる方もいらっしゃいますから、その時にはなんか絶対これは言ってやろうっていうことがありまして、そういう、そんなことで、今はもう全部やるということはやっておりませんけれども、ただ努力はしております。努力っていうのは何ていうの、細かい努力ではなくて、世界情勢を見たり、あんまり頭は良くないですけれど、なんかニュースでも日本のニュースだけではなくて、外信を見るようにしたり、そのようなことと、それから今実際に現場で行われていること、これがどうやって結びついていくのかって、そういうことはすごく心配性で行ってます。で、また私ども今日は残念ながら来られなかったんですが、キャビンアテンダントだったものが数人おりますので、その者たちのニュースもやはり国際的なニュースが早いので、合わせて、あ、こうなるんだね、ああなるんだねと言いながらやっておりますね。竹内さんの方はどうですか？私もその先輩の話をよく聞かせていただいて、私もまだまだ経験が浅いもので、いろいろなことを教えていただいて、こういう場合はこういうふうにした方がいいよとか、やはり、先ほど先生がおっしゃったように客室乗務員の方がたくさんいらっしゃいますので、本当にこう所作がとても綺麗で、お茶の出し方も、本当に学ぶことが多くて、こういうふうにお茶を皆さんにお出ししたら綺麗に見えるんだなとか、あと歩き方ですね、歩き方も素敵な歩き方をしていらっしゃると、こんな素敵なエレガントな感じのセミナー講師になれたらなと、常にいろいろなことを教えていただいたり、あとはもうメディアとかテレビなどを伝って、皆さんに教えていただいたりとか、いろんなところにこう私の、セミナー講師としてのこうヒントが、もういろんなところに転がっていると思いますので、それをもうすかさずキャッチをして、常に自分の中でこう高めていく、自分自身を高めていくような努力をしております。ですね。やっぱりこう社会情勢とか、それから日本もそうですけども、世界のその変わりようといったことに、企業さんそれぞれがどのように対応されているのかっていうのもとても気になるところでもある、
でしょうし、はい、それからそれに合わせた研修体系は変わっていく、うん、こんな風に変えてほしいといったような新たなオーダーみたいなのが最近あったなんていうことはありますか、はい、どうですか。そうですね、実際には私どももこれから PR をするところなんですね、準備をしているのがオンライン研修です、はいはい、でもうオンラインができるかできないかっていうよりもこれはみんながパソコンを使い始めて使えるようになったと同じように、もうやるしかない問題だと思います、はいはい、でそこからずれてったものはやっぱり研修員としても失格になってくるので、うん、そのオンラインにふさわしいオンラインができるようなオンラインもできるような研修員って、はい、その2つで勉強もしていかなくちゃいけないなと思ってますし、たまたまみんな意欲的ですので、はい、それは大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。竹内さんの方はどうですか。はいはい、やはりオンラインというのは多分これからどんどん普及してくると思うんですけれども、やはりそれだけではなくって大切なことはやはり実際にお会いして、そうですね、という従来型のコミュニケーションの取り方がなくなるとは思っていて、ね、そうですね、はい、で、その場合でも、マスクを着用して、はい、お話をするという時には、もう本当に目だけが頼りですよね。そうなんですよね、はい、目力、はい、の目力とあとジェスチャーを使って、はい、先ほどの伝えることと同じような形で、はい、もっともっとこう表現の仕方というのが、はい、違ってくるのではないかなと思います、うん、そうですね、以前私もテレビで見てた時に、はい、化粧品を販売する方が、はい、お客様に直接触れられないっていう状況が最近あるということで、はい、いろんな表現方法を使って、はい、お客様に実際に使って使用感ですとか、はい、それから仕上がり具合っていうのを確かめてもらうっていうような話があったんですけども、はい、そういった何でしょう今だからこそ変わってくるそういった言葉遣いとか伝え方っていうのもやっぱり研修の中でこう、うん、何て言うんでしょう、ダイレクトにといいますか反映されることっていうのはあるんですか。実際に竹内さんとかも経験もちろん生徒さんもそうですけど、ね、具体的にはアクリル板ですとか、はい、アクリル板、はい、アクリル板、あとアクリルまではいかなくても、費用によるんですけど塩ビの、はい、ビニールとかもありますね、はいはい、それでちょっと短冊で書類の受け渡しができるので、はいはい、そんなものを用意して、実行ができるというような、はいはい、それは整えています。あ、そうですか。やはりちょっと音が聞きにくかったりっていうことが、現場ではあるようで、実際私もお客として、オーダーをするような時にも、お年を召した方とかで非常に耳が遠い方が一生懸命言ってるのに、相手の方がちょっとこうサービスとしてはどうかなって言ったような応対をされてるシーンなんかを結構目にすることがありまして、そういったものなんかもきっと今はそのマスクの問題もそうですけども、もう何か余計なリアクションとか大きなリアクションをして相手に伝わるこの気持ちを伝えるみたいなのをこう研修の中でされたりするのかななんてちょっと思ったもんですから、はい、そうですね、まさに私もちょっと前にやっぱり銀行でシーンがありまして、そうですか、もっとジェスチャーをしてもっと伝えてあげないと、ね、年上の方には伝わらないんじゃないかなとすごく思います、そうですね、今回もお話にも伺った通り、社会が変わっても特に日本社会ではなく、はい、世界全体にいろいろな流れが変わっていく中で、はい、世界情勢を加味しながら、会社として今後どのように伺っていくかというところで、一つオンラインという話も出ましたけれども、やはり御社が一番強みとしてきっと感じていらっしゃるだろう、そのコミュニケーションといったところでは、オンラインとこの並行して何かプログラムを考えていくかと思います。今予定でも構わないんですけども、今後その辺を上手にそのオンラインのものとコミュニケーションで実際に会ってやるっていうのと、どんなふうにこう作っていこうかっていうところの展望はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます、実際に考えているというより動き出しているのが、いわゆるマルチメディア、マルチメディアっていうとみんなちょっと感じが悪いって竹内も言うんですけど、オムニにしないかとか、マルチ処方ってあります、ですけれども、実際にはオンラインとそれから集合型との複合型っていうのを、それを一番プレゼンテーションしたいものの一つでして、オンラインだけではないと足りないものもある、でもただ学習するだけでいいものも中にはありますので、それはオンラインにして、で最終的にはチェック、ファイナルチェックは絶対現場でっていうような、時短をしながら、来年
今年の暮れから来年の春ぐらいまで、コロナの収束ぐらいまでは、そういうことをしてもいいなっていうふうに思ってます。うん、はい、マルチメディア、うん、複合型のそういった、ね、まあ、いわゆるメニューとして選んでいただけるような、はい、そういうものをご用意される、はい、ということでしょうかね。お客様に、はい、あの一番最適に選んでいただけるようなものを、はいはい、提供したいなと思ってます。うん、はい、竹内さん、最後にメッセージいかがですか。はい、そうですね、コロナ禍の中で、そうですね、あのどん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 こう人柄、皆さんのこういろんな人柄というのがこう見えてきているような気がするんですね。なんとなくあの今まで付き合わなくてもいいような方と付き合っていたりと か、うん、なんかその辺がこうタイトにこう、はい、こうもうちょっと付き合いたくない方にとは付き合わなくてももういいんじゃないかなとか、割と少し皆さんが断捨離じゃないですけど、はい、人物の断捨離もしているような気もするんですね。はいはいはい、価値観がはっきりしてきてるっていうところがあるってことですよね。はい、とっても怖いことだと思うんですけれども、はい、ただやはり私の受講生になる方には、はい、これからは、まあ、必要とされる人だけが残る時代だと思いますので、はい、ぜひ企業の中でも、はい、自分は人必要とされるんだっていう、うん、そんなセミナーができたらいいなというふうに、そうですね、はい、理想ですね。はい。はい、まあ、あの、きっと、サンワインターナショナル株式会社の研修を受けていただければ、まあ、そういった、見た目もそうですけれども、内側からそういった人間になりうるべき、はい、その要素を教えていただけるというところが、非常に強みで、楽しみなところということでしょうか。そうですね。はい。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。サンワインターナショナル株式会社さんの話、皆さんいかがでしたでしょうか。これまで、ビジネスマナー研修などを受けたことがない企業様、そしてこれまで受けてきたけれども本当にその研修が正解だったのか気になった方もいらっしゃったのではないでしょうか。まあ、基本のビジネスマナーはもちろんですけれども、優れたビジネス感覚を持った人材を今後育てていくべくスタートとなるには、こういった研修を受けてみるのはどうかなというふうに私自身強く感じました。気になる方はサンワインターナショナル株式会社さんの URL を概要欄に載せますので、そちらからぜひお問い合わせください。また合わせてご案内となりますが、今後お話を伺える企業様がいらっしゃいましたらば、友達 TV までお問い合わせをお願いいたします。以上をもちまして、知りたいあなたの会社の話第1回目終了とさせていただきます。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。